じゃあお疲れ様です、えー、10月のビデオレターをお送りさせていただきます、えー。10月はですね、5時起床という話なんですけど、なんで、えー、彼がここに映っているのかっていう話なんですけど、えー、彼はですね、もともとプロレスラーですよね。そういうプロレスラーから映画俳優になって、 でまあ、全米っていうか世界で一番稼いでる映画俳優なんですけどたまたま筋トレやり始めたんで、えー、動画見てたら、えー、この人の動画がありまして、えー、何の話してたかっていうといっつも4時に起きるらしいんですね。それで4時に起きて1人で筋トレをやるっていうのがすごい好きらしいんですよ。 ということで考えたら、5時に起きるなんて全然簡単だろうということで、5時起きをやってみようと思ったのが、たまたまですね、えー、高知のホテルでしたね。<laughs> ホテルにいるときに5時起きを開始するようになりましたよと。それで、たまたま、えー、この前読んだ本かな。 えー、明確な自分でイメージを持ちましょうよっていうのが書いてあって、えー、本当になりたいものは何ですかっていうと、えー、まあ、日本で一番の営業の指導者っていうのになりたいなっていうのがあって、まあ、それを翻訳すると、ナンバーワンセールスリーダー、かっこいいじゃん、ナンバーワンセールスリーダーみたいな。 ということで、えー、ナンバーワンセールスリーダーを目指すためには、ね、ご時起きなんて当たり前じゃんみたいな感じで、えー、続け始めたんですよね、まあ。特に勉強が大切だろうなと。それで、まあ、変な話、私は今まで営業関係の勉強ってしてないんですよ。あのどっちかっていうと、現場がすべて。 現場で売れねえやつなんて関係ねえよぐらいの感じだったんですけどいや違うよねと現場で売れた人が理論理屈も話してこれをマッチさせるからそれは島田にしかできないよねって言えるよねって考えるといや俺勉強したら もっとすごくねって思うようになって、えー、5時起きをやり始めたんですけどまあちょうどスタートしたのがさっき話したようにホテルでスタートしました、えー、こう思いついたらすぐやるのが、えー、島だっていうもの <laughs> まあ成功の秘訣なんですけどね、えー、まあ思いついたんでじゃあやってみようっていうことで朝5時に起きるそれでホテルがすごくいいなっていうのは ホテルだと起きてすぐ、まあ、歯磨きしたらもうそのまんま、えー、勉強をスタートできるんですよね。あこれすげえいいやということで、えー、まあ高知のドーミーインっていうところで泊まってたんですけど、えー、いつもは7時に起きてその会社さんに行くの9時なんですけどね、えー、風呂に入ったりサウナ入ったりしてから、えー、着替えてちょっと仕事して。 えー、クライアントさんのとこ行くんですけど、まあ、5時に起きて、えー、7時まで2時間自分でこう勉強ができるんですよね。それで何やろうかなっていうことで、まあ、本をとにかく読もうと。それで、こうん、そうですね、本を読むんじゃなくて、本を学ぼうって思ったんですよね。結局、本ってね、腐るほど今までも読んでるんですけど、 頭の中にあまり残ってないんですよね <laughs> それでどうすれば頭の中に残せるかなっていうと、えー、知る分かる行うできる分かち合うっていう流れがあって分かち合うまでやればいいんだよって考えると要は、えー、人に教えることをできれば本の内容は頭に入っているはずじゃねえかと。 まあさっき、孫、えー、さんの話とか、あの本の中身をこう話すようなことをしましたけど、そうすれば頭の中に残るよねということで、本を読んで、それをまずワードにまとめます。えー、まとめたら、そのワードにまとめたものを元にして、えー、パワーポでスライドを作るんですね。それで、 えー、そのスライドをもとに、えー、こうやって話しながら動画を撮影して、アップすれば頭に入るよねと <laughs> いうことで、えーまあ、YouTube で自分のチャンネル作ってるのをアップするのも、えー、アップの数が増えるし、えー、これは、えー、ね、両得だということで、自分にとってもいいし、 えー、見てる人にも勉強になるかなっていうことで、えー、やり始めたんですよね。そうすると、すごいね、いろんなことがやっぱ勉強になりますね。えー、本ってすげえって最近 <laughs> 特に思ってるんですけど、えーまあ、実際ね、えー、1ヶ月で、えー、アップしたのがこんだけアップしました。だいたい10個ぐらいあるのかな、えー、この本、ねえ、 毎朝2時間ずつ読んでまとめていくとこんぐらいできちゃうなっていうことで、えー、まあこの中で言うとこの影響力の武器っていうのも良かったですしあとなんだこの池上さんの行動,、えー、行動経済がこういう学問があるっていうのも知らなかったですしねそれで神モチベーションは、えー、まあお話ししたように何、えー、て言うのかな すごく分かりやすくて、えー、行動できる本ですよね。それでチャレンジャーセールスモデル、これ俺の話やんみたいな、ね、<laughs> それでこの科学的に正しい筋トレっていうのはですね、これ筋トレやる人にとってはすごい参考書になりますよね。それで、えー、私が、えー、糖質カットをし始めたのはこの本のおかげです。<laughs> <laughs> ということであすんごい今勉強になって自分自身がえもう,そもうすぐ60なんだけどえらいこれ多分人生変わるなっていうことでなんか非常に今有意義な時間が過ごせてるんですけどたった2時間ほど。 え早く起きるだけでいろんなことができるようになるんだねっていうことで、えー、今私自身がその今までは泥臭いえ島田、えー、現場主義っていうことでやってたんですけどプラスそこに理論理屈をプラスしていきたいなということである程度方向性が見えてきたんですけどそれが セールスイネーブルメント。<laughs> 聞いたことねえよみたいなね <laughs> ものなんですけど、これもうアメリカだと、えー、まあ多分大手企業なんでしょうけど、6割がすでにセールスイネーブルメントを導入してますよと。それで、えー、そこで、えー、言われてるセールスの あのまあ、ソリューション営業が進化してどうなってるかっていうとチャレンジャーセールスモデルっていうのに現在なってますよとそういうチャレンジャーセールスモデルが、えー、全く私がやっている営業パターンと一緒なんであ俺のほど買い取るやんということで考えると えー、私がやってる営業、このセールス、えー、チャレンジャーセールスモデルをセールスイネーブルメントの中にこうドッキングするような形で、えー、皆さんにご指導することができると、まあ、今まで、ねえー、どっちかというと文具屋さん、事務機屋さんに絞ってやってたんですけど、それ以外の会社さん、ある程度大きな会社さんでも、えー、ご指導させてもらうことができるし、えー、貢献して。 行くことができるのかなっていうことで、えー、方向性がちょっと広がって見え始めたんで、えー、そういったことをねやっていきたいなということで、えー、皆さんも5時起き <laughs> というかね朝の時間をね活用して、えー、やられるといいのかなっていう、えー、今更なんですけど、えー、気づきがあったんで、えー、ご報告しました。よろしくお願いします。